TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。さあここからは東京よもやま話。今日のゲストはサザンオールスターズのベーシストでウクレリアンの関口和幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめまして。はじめましてです。と申します。はい、いや嬉しいです ね、 ですね。漫才やってるんですけども、はい、よく知ってます。いや本当ですか。テレビでいつも見てます。一番初期の頃に、ね、勝手に申し訳ないです、サザンオールスターズのヤホーで調べましたっていうネタを、そうなんですよ、ったことあるんですけど。そうなんですか。はい、どんなネタ。勝手に金属バットとか、シンドバットだろうとか、そんなのをですね、やらせていただいて、僕らの78年生まれなので、サザンデビューの年に生まれているっていうのもあるんですけども、もう本当今日は、緊張しております、関口さんにちょっとお会いできるということで。ここにいる我々の、はい、あの、チーフマネージャーが、はい、サザンオールスターズの、もう、大ファンで、本当に。僕らの独演会 の、 あの日にちの日もサザンのライブとか行っちゃったりするんです。そうなんですよ。大変なんです。その日を避けて独演会を、ね、はい、組もうとしたりとかね、はい、いろいろ仕事に支障が出るぐらい。そうなんですよ。サザンの大ファンっていうね、めちゃくちゃマネージャーもいますけども、あの立浪っていう曲もすごく大好きですし、津波ですね。久々にちょっと大ファンうまくいかなかったですけど、本人の前でやるの緊張しますね。死ぬほど緊張しますね。本人の前でやるとなんかテンポがおかしくなります。なんか声も出ないし。いや嬉しいですね。よろしくお願いいたします。アロハ、アロハ、皆さんご存知とは思いますけれども、はい、改めて関口さんのですねプロフィールをご紹介したいと思います。関口和幸さん、新潟県出身の66歳です。78年、サザンオールスターズのベーシストとして勝手にシンドバッドでメジャーデビュー。以来40年以上にわたって日本の音楽シーンのトップに君臨されています。そして関口さんといえば、グループだけでなく、ソロ活動も意欲的に行っています。シンガーソングライター、イラストレーター、文筆家、そしてゲーム桃太郎電鉄シリーズの音楽も担当されているほか、はい、自らをウクレリアンと称して数十年にわたりウクレレ活動も積極的に行っています、うん、そして今月10日にはソロ作品として10年ぶりとなるアルバムフリーユークスをリリースされます。すごい、というちょっと桃鉄の、いや桃鉄、ね、ポッポーしましょう、これ。ポッポーなの。いや、それは奇跡でしょ、作ったから。その時流れて BGM でしょ。てて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 。そうそうそう、ね、あれ関口さんだったんですか、はい、俺知らなかった。そう、調べたら全部ですよね。でも決算の時とか、うん、あのボンビーの時とか、そうですよね。いや、めちゃくちゃもう、もう30年以上やって、30年以上ゲームですよ。そうそう、知らなかった。すごい、また数ですよね、桃鉄の中で流れる。そうです、毎年曲数ですか。曲数もね、曲数どのくらい書いたんだろう、わかんないぐらいですね。もうずっと30年はいやってるということで、電鉄の前 の、はい、あの RPG の桃太郎伝説っていうのがあります、ね、そっからそっからもずっとやられてるんですね、ゲームの音楽は他にもいっぱいやられてるんですか。いや、ほとんど桃鉄だけですね。桃鉄、きっかけがあったんですか。じゃあ、ゲームの作った人が友達だったというか、佐久間さん漫画評、その僕が知り合った時は漫画評論家っていう肩書きだったんですけど、僕も漫画大好きで、で漫画家さんのパーティーとか連れてってくれて、thank you.
これ温泉あんま桃引きバンド名前だったんですか。あの先輩につけられた名前だったんですか。それは音楽サークルの先輩で、あの合宿行った時にあのそういう格好を桑田がしてたんです。あんま桃引きバンド、ま、真っ黒い、ま、サングラスをかけて、はい、それでつけられました。当時もオリジナルをやられてたんです。それとも何かのコピーですか。いや、その時はね、あのビートルズのコピーとかね、あのロックンロールをやったりとかしてました。あ、ビートルズのコピーとかね、それでやってて、まあそれ後のねサザンになるというのは、ね、から誰もその時は分かってないわけですもんね。音楽のそういう、こう、フォークソングサークルって結構皆さんいたんですか、人数も。あの、そうですね。50人ぐらいいたかな。あ、すごいですね。その中から、まあ、バンドが、こう、また結成されて。いつもその発表会とか定期コンサートがあるたびに、中で、あの、メンバーが組み替わったりとか、名前が変わったりとかするような感じでしたね。この関口さんのイメージって帽子とひげのイメージあるんですけど、はい、それも当初からそういう、いや、その頃はもうこんな長髪でしたね。あ、髪が長髪だったんですか。胸元ぐらいまで。ああ、それはもうやっぱりミュージシャン、まあその頃は、当時はみんなそんな感じでしたね。もう何年ぐらい行かなかったんですか、床屋さん。いや、じゃあずっと行ってなかったですね。あ、すごいな。じゃあ関口さんも桑田さんもロン毛ですか。桑田はね、そんでもなかった。最初会った時はアイビーカットでしたね。アイビーカット、アイビーカットってこうなんかちょっとこう短い、そう、あのバンとかね、あのそういう服装で、はい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 、そうですか。もうね、そのサークルから始まってサザンですけど、やっぱすごいじゃないですか。もう、まあデビューの時から、はい、まあもうめちゃくちゃヒットして、でこの反響とかもすごかったですもんね。ですよね。だってだなんかあの言い方は分かんないですけど、超売れてるじゃないですか。超アホな言い方ですけど、サザンの、なんかそう、サザンの一員ってどんな人生なんですか。そうそうそう。で最初学生、最初学生だったんで、デビューした時も、うんうん、なんかそれの延長でズルズルみたいな感じで、いやいや、ズルズルとレベルじゃないですよ。いやいつの間にかプロ、あ、これプロになってんだって思った感じですかね。そんな感じですか。そのバンド内ではもう明確にプロになるぞ、メジャーデビューするぞっていう皆さんこう生きがいと言いますか、気概を持って。最初はね、はい、あのまあ、メンバーによっても違うんでしょうけど、はい、まあ、学生時代の記念に1枚残したらいいかなぐらいな感じがありましたね。そうだったんですね。そんな簡単に売れると思ってないし、自分たちがやってる音楽がそんなに、ね、あの世間に受け入れられるとも思わなかったですから、その時は。でも大学の時のバンドでもう感覚としてはやっぱりこれ売れるなみたいな感じになってきたわけですよね。やってて仲間内では受けてましたから、あ、あの若い人には受けるのかもしれないなぐらいですかね。そうですか。じゃあもうなんか当時まだ紅白とかも初出場とか、その時とかはあれだったんですか。みんな先輩とかから若いバンドだなみたいな感じでちょっと思われてたんですか、ね、僕らはその、あんまりその芸能、はい、芸能人っぽくなかったのと思うんですけど、スタジオ行っても見学の人たちみたいなこと言われたりしてました、ね。あ、そんな感じだったんですか。そうなんですね。なんだ、なんか学生のなんかちょっと毛が生えたような、もうノリも服装もそんな感じでしたから。当時スタイリストさんとかも、最初いなかったですよ。ご自身たちで1万円ずつ渡されて、はい、あの衣装買ってこいって言われて1万円で何が買えるんだって。正直僕も今日本物か偽物か今何が違う。本物ですよ、ね、マスクもしてるし、ね、マスクもしてるし、本物です。ウクレレもお持ちいただいてますから。そうですよ、ね、ウクレレの出会いは、なんか88年ぐらいに出会ったっていうのはなんか、あの、うん、きっかけは映画だった。映画で、それもそのニューヨークの、映画監督のウディアレンっていう人がいて、はい、その人のカイロの紫のバラっていう、映画があって、その中で主人公のミア・ファーローがウクレレを弾くシーンがあったんですよ、それが多分30秒もなかったと思うんですけど、それ見てなんか、あ、すごい可愛いし弾けそうだなと思って、映画を見た帰りに楽器屋さんに走ったっていう感じ。そうなんです
ですか。そうなんです。だからウクレレって僕らは本当にあの芸人で結構ウクレレ、はい、マキシンジってなんか東洋館とかによくいるんですけど、ね、なんかギタレで漫談やってる師匠とかもね、うん、そのウクレレをさまずはやりたかったとかって言って、そうそうそう、ね、いつかウクレレやりたかったみたいな感じで言ってたりとかするんですけど、うんうん、なんか、割とこう、簡単なのかなとかって勝手に思っちゃったりとかするんですよ。マキシンジ師匠も、はい、一時ギターに持ち帰ったことがあったらしいんですよ。あ、そうなんですか。ところが結構、師匠の、ギャグってブラック、はいはいはい、実は、うんうん、それをギターでやるとちょっと暗くなっちゃうあそっか、確かにいい軽さが出るというか、軽快な感じになる。そうなんでしょうね。それで芸人が結構使ってるんですかね、そのウクレレやるように なって今度じゃハワイとかも好きになってくるんですか。そうですね、ウクレレ興味を持って、うん、ウクレレ見るんだったら、うん、ハワイだなって思って、うん、ハワイになって、うん、そっか。まあ、だけど思ったよりそのウクレレの種類がなかったんですよ、うん、ハワイにも。あ、で昔のウクレレを探そうと思って、レンタカー借りてアンティークショップを回ってた。レンタカー借りて自分で、でアンティークショップで、まあ、いろんなもの、うん、ウクレレだけじゃなくていろんなものを見るうちに、ハワイ自体にハマっちゃった。あ、もう本当ハワイ大好きになっちゃったんです、あ、じゃあハワイグッズみたいな家にもいっぱい集めありますね。例えばどんなものがあるんですか。いや、昔の絵とか、なんだろう、昔の航空会社のポスターとか、あとフラドールっていうの、フラを踊ってる人形がありますよね。可愛いですよね。ものとか、いろいろですね。ハワイ部屋みたいのがあるんですか、関口さんのご自宅。いや、ウクレレ部屋はあるんですけど、ハワイものはあちこちに置いてあるって感じですね。今日も実際アロハシャツをお召しになってて、ね、そうですね、これは日本製なんですけどね。あ、ね、でウクレレも今日お持ちいただいて、はい、んですよね、はい、そのちょっと間近で拝見してもいいですか。ちょっとツヤ消しでおしゃれな、これが材質がハワイアンコアっていう、はい、ハワイの木でできてるんですけども、はい、これ実は僕木だけ15年以上前に買ってて、はい、それをエイジングして家で、どういうこと。木だけ15年前に買ってた。どこで。たまたま木場で何の友達がめっけ立ってんで、はい、じゃあそれ買ってっつって。日本の木場ですか。それをじゃあそれを職人さんに頼んでウクレレしたこと。目標は老人ホームのアイドル。いや本当にでもいいですよね。いいなんかやっぱりね、何ですかね、やっぱりだんだんこう年取ってきてウクレレっていいなって思うようになってきましたね。そうですね。なんだろう、なんか若い頃には気づかないな。なんで定年したらみんなウクレレ習い行くんだろうって。松雪しげるさんとかさ、分かる、上沼さんの旦那さんとか、上沼恵子さんの旦那さんとか、なんかちょっと分かりますよね。でも最近は、ね、子供たちもよくたくさん弾いてます。あ、そうですか。まあ、習得しやすい弦楽器っていうんですか、4本しかないし、で、まあ、演奏法も簡単なんで、C ってコードありますよね、ドミソド、これ1本だけで、あ、1箇所押さえるだけでできるんですね。F ってギターだとこういう風にあって、はい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 、これで F で挫折する人多いんですけど、F は2本だけ、それは特性なんですね。そういう簡単ですね。簡単なんだ。そうやっぱり、意味では、やっぱこう木からこうね、こだわって作ってるっていうことはやっぱあるんですよ。やっぱウクレレにもいろいろと。そうですね、いろんな材のウクレレもあるんですけど、ハワイのウクレレっていうとハワイアンコアっていう、このちょっとカラッとした感じ の、 その、あと高音がちょっと切ない感じもする。へー、
ね、ギターとかベースとかよりも安いんですかね。いや、そうとも限らないんです。ピンからキリなんですけど、そうあの、うん、だから買ったウクレレの値段を奥さんには言わないっていう、はい、そんなにするんですか。鉄則がありまして。鉄則もうよくない言っても。どうせこんなちっちゃなものだから、うん、やあの一般のね、うんうんうん、一般の家庭でね、こんなちっちゃなものだから、うんうん、そんな高くないだろうって奥さんは思っちゃう、うんうん、そっか、そのイメージからのこの差がちょっと大きいから、そうそうそう、実は高いものもある。あんま言わないように。これウクレレ好きの人のあるあるなんですね。そうですね。まさかのお小遣い制とかじゃないですか。いや僕は違いますけど。僕は違いますよ。桑田さんお小遣い制なんですか。大人買いとかもう余裕でできるんですよね。でも一奥様はちょっとびっくりするのお値段のものもあると。そうですね。だからあの知ってる人の話ですけど、はいはい、あの抽選で当てたとかって言って、奥さんに嘘ついてる。ウクレレ持ってるおじさんあるあるなんですね。そう。面白いですね。そんな趣味でやってるもんだから、はい、みたいなところで。そしてこの度関口さんはですね、はい、10年ぶりにウクレレのアルバムをリリースされるということなんですね、はい、その名もフリーユークスです、はい、あの1933年ウクレレオールスターズっていうバンドの名前なんですけど、はい、うんはい、これがその高木ブーさん、高木ブーさん、うんうん、高木ブーさんが生まれた年が1933年で、うん、ああそういうことだったんですね。高木ブーさんすみません、もう89歳です、ね、お元気ですよ。元気なんですよね。その皆さんとレコーディングした5曲に加えて、うんうんうん、これまでのソロワークスの楽曲を厳選した全15曲入りです、うんうん、本当にあのゲストが豪華ですよね。そうですね、はい、あの俳優の竹中直人さんとか、はい、小錦さんとか、うん、あとモンゴル800の清作くんとか、はい、沖野陽子さんも歌われて、なんか関口さんがやっぱ優しいから、うん、なんかみんななんかねすごく慕ってそうですけど、また豪華な人たちまた集まってくるっていう、うん、まあでもあの、うん、僕はあのウクレレ弾く人に悪い人いないと思ってる方なんで、あ割とすぐ仲良くなるんですね。あそうですか。だからやっぱ性格穏やかな方が多いですか。そうですね。マキシン師匠結構目怖かったけどね。やめてくださいよそんな。でウクレレ弾いてる時は優しかったね、うん、怒ったこととかあるんですか関口さん。いやありますけど。あるんですか。あんまり怒ってるように見えないらしいです。だからサザのライブとかでもいつもこうやっぱり笑顔で聴、ね、いてるイメージですよね。でもメンバーもそんなに喧嘩したりとかっていうことは ないんですか。ないですね。もうね40数年やってる若い時は別ですけどね。メンバーの中での立ち位置というのは関口さんはどういう役割をやる。僕はいじられ役です。あそうなんですか。もうあれムードメーカーというか、いじられ役、いじられんの嫌じゃないですか。嫌ですよ。そうなんだ。だからあのドリフの中では高木ブーさんいじられ役ですもんね。そうですね。ウクレレの共通点。ウクレレの共通点なんですね。でも絶対必要なっていうね。ねうん、はい。さあそれじゃあこれあの曲をね曲、うんはい、そうですね、そのアルバムの中から紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ僕はそのブーさんのために、はい、書き下ろした曲なんですけれども、はい、関口和樹&1933ウクレレオールスターズフィーチャリング高木ブーということで、はいはい、パパの手聴いてください。ちょっとなんかグッときますね。優しい曲です。あのまあ、高木ブーさんの娘さん、はい、カオルさんっていうんですけども、はい、会社辞めて今お父さんのマネージメントをやってらしてて、その親子の関係がすごくあの素晴らしくて素敵だな、羨ましいなと思ってたんですけども、はい、でなんか親子の歌を作りたいなと思って、で、まあ、自分のことを考えてもそうなんですけど、うん、その子供がちっちゃい時って手ずっと繋いでましたけど、はい、いつの間にか繋がなくなっちゃいますよね。うん、でこの次繋いでくれるのはいつなのかなって考えると、もしかして僕がその子供の助けを必要になった時にまたやっと繋ぐ機会があるのかなっていうことを考えながら作った曲なんですけど、なんか今一位ねパパの手、なんかちょっと今必死にあの、うん、雷様でこけてるところ
思えて泣かないようにしてますドリフのコントをね思い出して必死に泣かないように、まあ、めちゃでもそれはまた優しいメロディーで、そうですね、ありがとうございます。もう他に収録されてる曲はまたいろんなこう、いろんなタイプの曲があります。曲がやっぱりそのやるこの人とのなんかこうインスピレーションじゃないけどそういうのでこう作りになったりとか、そうですね、されていらっしゃる。おじのめちゃんが歌うのはこういう曲がいいなとか、そういう感じで、あ、そういう感じで作られるってなるね、ことなんですね。ああすごいですね。いやありがとうございます本当に、ね、はい、今日特別企画を用意してるんですよね、はい、関口さんに質問ボックス。そうなんですよ、今お話しましたけども、うん、我々のチーフマネージャー、あとこの番組のディレクターが、はい、まあ、あの二人がね、共謀してサザンのライブに行っちゃうんですよ。共謀っていうスケジュールを共謀して、ね、遠征しちゃうんですよね、遠くまでね。あの二人がね、うん、今日どうしても関口さんに聞きたいことがあるということで、はい、まあ、リスナーの皆さんからの質問も一緒に、はい、そのボックスの中に入れて、はい、ですからあの二人の質問が運が良ければ、うん、もしかして生まれるかもしれない、はい、ということをやりたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ではじゃあちょっと私の方で代表して引かせていただきます、はいはいはい、じゃあこれにしようかな。はい、お願いします。僕読みますね、うん、ドキドキしますね。ドキドキしますよね変な質問もあるかもしれませんからね。ラジオネーム、カレーとナンさんからの質問ですね、土屋さんは芸能人オーラがなく、僕ですね、街で全く気づかれないそうです、ヒゲを生やしてトレードマークにしたら街でも気づいてもらえて芸能人気分を味わえるのではないかと話していたのですが、関口さんはヒゲを生やしていることで何かメリットを感じることありますかヒゲのメリットですか。ヒゲのメリット。どんな質問ですか。聞いた質問これでした。ヒゲのメリット。そうなんですよ。僕今ちょっとヒゲを伸ばそうかなとちょっと思ってて、芸能人オーラを出したいななんて思ってヒゲを生やそうと思った。でも関口さんずっとヒゲのイメージですけど。ヒゲを伸ばしてるメリットは、はい、毎朝ヒゲ剃りをしなくて済む。あ、そ、まあ、そこの部分ね。他は剃るんですけど、まあまあそうですね、他剃るんだったら手入れ大変じゃないですか。いや、そんなでもないですよ。あ、そうですか、ね、ちょっと伸びたら切るぐらいなもん、ね、そのなんかそうだよね、そこだけがなんかね、うん、白髪になったりとかするでしょうし ね、 そ, うね、それ以外のとかでも剃らなくて済むから、うん、じゃあいいってことですね。白くていいですよね、男性のヒゲってね。ありがとうございます。じゃあちょっともうちょっと、もうちょっと行きましょう。ヒゲ自分のやつ読まれたいか分かんないけど早く行きましょう次の質問みたいな。はい、続いてですね、はい、ラジオネーム、あ、加山拓馬さん、あ、マネージャーですラジオネームじゃねえじゃん、やったじゃん。はい、うちのマネージャーからの質問です、はい、サザンメンバーの中でもウクレレやラジオ出演をはじめソロ活動が活発な関口さんですが、サザンでの活動と関口さん個人の活動だと楽しさが全然違うものですか、それぞれの良いところを教えてください、うん、そうですね、あのソロでやってると、はい、まあ、いい意味でも悪い意味でも緊張感ない。あ、そうですバンドの方が緊張感ある、なんかちゃんと仕事してるみたいな気分になるし、やっぱりやってる舞台が大きいんで、なんかやりがいはありますね。ソロの時はまあ緊張感ないけど、ちょっとマイペースに、そうですね、自分のペースでできるっていう。みんなそれぞれね、桑田さんも原由子さんもね、ソロでやってるからまたこう集まった時にね、そうですね、またいいものができるみたいなことはあるんですかね、やっぱり ね、 そうですね、そう思っていただけるといいですよね。なるほど、加山さん読まれました、すいません、ちょっと時間の都合で質問コーナーをここまでさせていただいた、たくさん送っていただいたんですけど申し訳ありません、ね、ありがとうございました。なんかエッチな質問とかあったらちょっとダメでしょそんなもんね、何を聞こうと思ったんですか、はい、ここからはですね、はい、今週のヤホートピックス、ということで、はい、まあ、ちょっと何かこうヤホートピックスという架空のね、あのサイトがあるんですけど、そこにトップ掲載間違いなしみたいな、なんかお話とっておきの話があれば教えていただきたい。お願いします。わかりました、はい、それでは憂鬱な気分を発散させる方法っていうのはどうですか。ちょっと全然意外な角度が来ました。知りたいですね、はい、知りたいです。さんの、あの僕これたまたま発見したんですけど、はい、あの下半身裸で、たまたま発見した、下半身裸のまんま納豆をかき混ぜると、
これがね、どんな憂鬱な時でもね、うん、スカッとこれドッキリですよね本物を早く連れてきて本物だったって言え、違います。想像してもらうと嫌なんですけど、はい、想像してもらうと困るんですけど、まあ、だからこの方法は男性に限るんですけども、はい、男性だけですか、これ危ない。そうですね、女性は多分効き目はないと思う。だから、まあ、もうフリーの状態にするってことですね。そうです、そうです。男性の下の締め付ける。で、これと連動させるってことでよろしいですか、はい、そうです。連動してしまうんですよ。しまう。この動き、上半身の動きが下半身に、こう、いい影響を与えると。はい、何を言ってんのこれをたまたま。試してみてください、本当に。いや、これを。ケンコバさんと同じこと言ってます。話の内容が。着てるシャツも同じですけど。同じところでね、買われてるという、今日はアロハシャツを着てるんですけど。どんな偶然でそれを発見するんですか、だって。たまたまお風呂上がりかなんかに、その時はバスタオル巻いてましたけど、はい、納豆かき混ぜる時があって。いやいやいや。服着る前に納豆かき混ぜることがあったんですか、そうなんです。やっぱり長い間ね、40年僕も生きてますけど、下裸で納豆かき混ぜるってないでしょ。意外ないかもしれない。そんなシチュエーションになることない。なんかアイス食べるぐらいですもんね。まだね。うん。そうです、ね。これはじゃあちょっと皆さんぜひ試してみていただきたい。チャレンジしてみてください。男性の皆さん。そうだね、はい。これで少しでも気分がね、爽やかになれば。ありがとうございます。いいことだと思います。さあ、ご紹介しています。関口さんのニューアルバム、フリーユークスは8月10日の発売です。そしてこの夏は横浜でイベントが盛りだくさんということで、うんうん、1933ウクレレオールスターズスペシャルライブ、ボンボヤージュ横浜。こちらが8月16日火曜日、新都市ホール、そごう横浜店9階にて開催されます。はい、そして関口さんが企画プロデュースされました展覧会、ハワイの風吹くウクレレ展、ウクレレの島、こちらは8月9日から25日まで、会場はそごう横浜店8階にて開催されます、はい、詳しい情報はフリーユークスのスペシャルサイトをご覧ください、はい、これもすごいですね、プロデュースされたんですね。僕はウクレレ300本ぐらい持ってるんですけども、その中でも秘蔵ウクレレを公開したりとか、あとこれがウクレレなわけちょっと面白いものをたくさん並べてるんで、ウクレレよく知らない人もきっと楽しめると思いますし、ウクレレ弾きたくなると思います。なるほど、面白そうで、ちょっと急遽ね、納豆の混ぜるブースも作るという体験できるの？体験ブース大変よ、なかなかやってみよう。ちょっとなかなか下半身ね、どうですか、なんかマジックミラーみたいな急遽ねハワイを感じられるんですか、やらせていただきますけども、貴重なお時間ありがとうございました、はい、ということで今日のゲスト関口和之さんでした。ありがとうございます。アコムプレゼンツ爆笑初めて演芸場、このコーナーは毎月芸人一組が登場、週ごとに初めての〇〇今しかできないことをテーマにしたエピソードを披露してもらいます。今月の芸人は吉本興業所属インポッシブルのお二人です、はい、今週は初めて漫才の大会に出た時の話がテーマだそうです。よどうもインポッシブルのエイジです。ヒルちゃんです。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと軽く自己紹介、はい、ね、そうですね、しときますか。はい、はい、僕がインポッシブルのエイジで、声が汚い方をやってますもうだからラジオ向きじゃない、本当にもう汚いから申し訳ない、本当に、はい、そうですよね、はい、で僕がインポッシブルのヒルちゃんです。人よりめちゃくちゃ毛量がある方です。そうなんだよな、だから本当、はい、もう毛量も見せれないからちょっと、そうそうそう、おでことかもね見せたいですよ。こんなおでこ狭いのにな、もうみんなには見せれないっていうね。そうなんですよ、 2.5 センチしかないですから、ね、いいよ あっちに見せなくてわざわざいやもう見せたくて、ちょっとこの密室恥ずかしいな、恥ずかしいなこれ二人きりで、ね、まあでもやっていきましょう、はい、うん、はい、というわけで第1回のテーマは、はいはいはい、アコムのテレビ CM でおなじみの、うん、初めてのアコムに合わせて、はい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 、初めて漫才の大会に出た時の話ということですが、このナイツの花輪さんも審査員を務めてた、 あれですね、あの大会ですね、あの大会ですね、はい、いや僕らね、うん、
漫才の最後にはいはいはい。もういいやーって僕が思いっきりヒルちゃんに突っ込んで、うん、ヒルちゃんが吹っ飛んで死ぬっていうね。はい、ね、最後、もう最後の最後やってたじゃないですか。はい、もう本当、ね、漫才の終わりに。うんうん、で、本当、もうそれもさ、ちょっとやばいじゃん。もうなんかその、うん、漫才の最後、うん、吹っ飛んで終わるっていうのも、うん。で、まあでもこれで行こうってなって、自分らっぽいのを出そうっつってさ。うんうんうん、で、賞レースのね、予選の、最後ちょっと警報が鳴るじゃないですか。うん、うん。ネタ時間決まってた、ね。ネタ時間は3分ぐらいで決まってて、うんうん、3分過ぎたら、ちょっと警告音鳴って、うん、で、3分15秒で、うん、赤照明とドカーンっていう。うん、あったね。で、その、最後にその、ヒルちゃんに、もういいよーってこう、突っ込んだら、うん、突っ込んでヒルちゃんがこう、吹っ飛んで、バーンってなった瞬間に、ドカーンってなって。うんうん、だってそこまではもうめちゃくちゃ滑ってたのに、そこだけ受けたもん。そうだな。全部がマッチしてね。いやー、うん、ほんと。で、そっから味しめて、うん、毎年毎年。やっぱさ、アドレナリン出てるからさ、うん、もういいよって突っ込まれた瞬間、うん、めちゃくちゃ飛ぶのよ。いやいや、マジで飛んでたよ、お前。っていうか、俺ほんと初めてやった時、あ、本当に殺しちゃったと思った。マジで。もう。あまりにも、タイミングが散りすぎたもんね、あれね。いや、あれは受けたなぁ。あれは受けたよな。しかも、うん、てか、あそこしか受けてないから、ね。中身はいつか受けてないから、ね。で、あと他は、うん、あとあれですね。うんうん。ピンネタの賞レースに出た時。ああ、あの大会ですね。ね、あの大会ね。一人で、はいはい、一人でやる大会ですね。うん、あの大会出て、うん。あれ、名前変えれたじゃん。そのピンの名前。うん、そうだね。芸名つけられる、ね。で、あれを最後のボスっていう名前にして、うんうん、で音響とかもさ、うん、結構ヒルちゃんにオペレーターやってもらったりしてさ、うん、そうだね、結構がっちりやって、うん、いざ本番ね、うん、その賞レースの本番行ったらその日のトップバッターだったじゃん、うん、最後のボスがえってなったけど、いや、うん、嘘でしょと思ったけど、うん、うわなんだよトップバッターで最後のボスってと思って、うん、でたら MC の人が、うん、ね、その賞レースの MC の人が、うん、トップバッター最後のボスって言ってもうドカーン受けて、うん、でそして俺がトップバッターで出てって、うん、むちゃくちゃ滑って、いやあれはひどかった、いやマジでもうそっから出てないからね、いいよ、という何の話してたの、インポッシブルの2人じわじわ面白いですねお話をしてる。本当でもあれですね、その芸人ネタの中で、一番この中で人死んでるネタを一番やってるよね、インポッシブルがね。ショートコント毎回どっちか死ぬっていう。飛んでない。そんなネタばっかだもんね、インポッシブル見ると。これで M1 の、これ最後ドーンっていうね。めちゃめちゃ受けてるんだけどね。赤い照明と、もう合わせるようになったらもう無敵だね、それ確かにね。でもめちゃくちゃ受けてる。受けてるよね。受けてるから、まあやり続けてもらったらさ、本当にね。そうね。インポッシブルの時代来ると。ね。ランジャタイ。だってもうマジで10年ぐらい前からずっとあんなんだやり続けてだからね、うん、体力がね、はい、持てばいいけどね、本当に舞台の上で最後死ぬかもしれないヒルちゃんがついにね、うん、ついに本当に死ぬ芸人が現れたってなった時は笑えないインポッシブルかもしれない、それはうん、いや面白いね、なんかおかしな二人ですよ本当に、そうね、前も言ってたヒルちゃん の、ね、こうあの、うん、顔芸もあるわけでしょ、ね、やっぱり一度も見たら忘れないというのは、うん、まあ、髪型とかその濃さも含めそうおでこの狭さがおでこ狭いおでこ狭いんですか、あれ芸人で一番狭いんじゃないかな、ただ本当にリアル量産だから、それで、こち亀の表紙の全巻のモノマネができるっていう特技。なるほど。32巻って言ったらもうその寝転んだりとか。なんかそういう。どんな芸なんだよ、それ。芸を持ってる。いいですね。100パターンぐらいあるから。100巻出てるから。そうなんですよね。おかしいよね、本当に。大型はピンの大会で、最後のボスっていう。最後のボス。芸名で出たんだ。
トップバッター最後のボス。そこが一番受けたでしょ。もう出てきちゃった。いいですね。インポッシブルのさ、はい、ネタってどうやって作ってんだろうね。わけわかんないじゃん。まあ、もう漫画とかをもうそのままこう、うん、体で表すとかっていう発想なのかな。もうでも本当に子供とかの幼稚園のお迎えとか行ったら、うんうん、男の子の二人あんな感じだけどね。やってるもんね。えぇ、ー、ブラーンブシャーとかプシャーとかさ。本当は幼稚園からやってたことだもんね。面白いんだよね、だからああいうの結局ね。そうだよね、うん。絶対男はやったことある。やったことある、やったことある。あれをもう本当なんかプロがやってるっていう感じするもんね、うん。そうそう。心がピュアなんでしょうね、大谷翔平みたいなもんだよ、だから。大谷翔平さんでしょ。言ったら。おそうまま育ってるわけでしょ。ただ純粋に、うん、もう子供の頃からそうそう、あれがたまたまなんだろう、こうマウンドとか球速っていうのがあるから評価されてるだけで、インポッシブルを評価する数値がないだけで、この世の中にあったらもう、そうなの、めちゃくちゃ その技術に、うん、対価払うね、そうそうそう、メジャーリーグっていうのがないだけで、ないだけでしょ、うん、タイミングがピチッとかの数値で言うと、もう多分日本トップレベルの数値、大谷さんと同じくらいすごいんだ、出してると思いますよ、人と比べるんです、はい、期待が持てますね、あと何持てますよ、今月もまだあと3回楽しめますからね、楽しみだな、はい、インポッシブル。さあ今回のインポッシブルの初めてトークですが、アコム公式ツイッターアカウントでは完全版が動画配信されます。この公式ツイッターではインポッシブルのオリジナルコントも配信されますので、ぜひご覧ください。8月はインポッシブルのお二人が毎週登場しますので、引き続きお楽しみに。アコムプレゼンツ爆笑初めて演芸。時刻は11時47分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。今日のメールテーマはヒゲの話、はい、たくさんいただいております。ゆでらっか星さんからね、うん、いただきました、男性は、床屋さんで泡立てたクリームをつけて、うんうん、ヒゲを剃ってくれるので、うん、泡が立っていれば何でもいいと思って、洗顔フォーム、ボディーソープ、などで、ダメですよと、ヒゲ剃りを滑らかに滑らすためには、顔にもともとある油も必要なので、洗顔フォームなどで油を落としたら滑りが悪くなってしまいますと。すごい。滑りが悪くなっちゃうわけ。意味があるんだ、あの洗顔フォームじゃなくて、ちゃんとヒゲ剃りクリームにしてるのは。ヒゲ剃りのクリームっていうのはまた違う成分なんです ね、 今ね。あとなんかジェルみたいなのもあるけど、あジェルある、うん、そんな元々の皮脂の油を落とさずに、落とさずにやるんだ、その上に滑らかなっていうことが大事なんだね。なるほど、うん、あこれは勉強になりました。じゃ、ね、もうシャンプーなんか持ってのほうがじゃない、うん、さっきねさっきの人コロコロコロスケさん、シャンプーなんもう絶対やめたほうがいい。カミソリ負けしちゃいますよ、ね、ないよ絶対。本当でもなんかそれで来たのが走れバタピーさん、はい、昔から気になっていたことです、うん、先ほどカミソリ負けというお話がありましたのですが、肌が傷つくということになるわけですから、カミソリガチではないのです。おなるほどね。考察お願いいたします。カミソリに負けてるんだけど、カミソリ負けって言っちゃうとカミソリが負けてるんじゃない。カミソリ負け聞こえちゃうってことか、逆じゃんと。カミソリが勝ったからの結果でしょってことでね。そうだよね、肌がカミソリに負けている、うんね、肌の主語がなくなって派生したんですかね、カミソリ負け。カミソリのカミソリはやっぱり血を出したくないわけじゃん、はい、だからカミソリがしたら血出しちゃったって言って、負けなんだ。カミソリはごめんなさい、血出してしまいました。そういう考察もあります。っていうことなのか。なるほど。カミソリからしたらヒゲだけ剃ってこそカミソリの勝利だと。そういうの全部何々負けって言わない。なんかなあと何が何々負けって、なんか名前負け、名前負けとかさ、ね、名前が負けてるんじゃなくて名前が勝ってるじゃん、うん、名前負けって。そうだよね、ね、そうだよね、うんうんうん、名前の方が実際よりも、うん、そうなるよねってことだから、うん、やっぱそういう風に言うんだよ、なんとか負けって。なんとか負け、うん、日本人との特性だね、これは。やっぱ勝ちにしたいよね、うんうん、そうね、ちょっと強気というよりか日本人は割とへりくだる、謙虚だから。謙虚だね。そういうとこが出てますよね。国民性があるってことなんでしょうか。ここから血流してたら謙虚になるよ、それやっぱ良くない、いけないよ、それは。変えていきたい。だから相撲のあの反則負けとかもやだもん。
反則負けもダメ。反則勝ちはダメじゃないですか。反則勝ちは。それダメじゃないですか。反則で。そうだね。あ、だからその負けた、反則して負けた人のあれは嫌じゃん、もう。だから勝った人にする。勝った人目線の、勝った人目線の、全部していくってこと、うん、成功法勝ち、うん、いやー、なんだろう。やられ勝ち、やられがち。難しいな。そうだね。うん。不戦勝とかはある。そうだね。カミソリ勝ち。確かにそういう言い方あるかも。なるほど。面白いです。考察でしたね。そうですね。ラジオネーム、歌右衛門さんです、はい。子供の頃、後楽園遊園に連れて行ってもらった時、父親が私を抱っこしてて、髭をスリスリと、頬ずりされて、ね、とても嫌だったことを今でも覚えています。それ以来、髭が生えている人が苦手です。秋に子供が生まれるのですが、頬ずりすると嫌われるよと言っておこうかと思います、はい。ちなみに私の中でのヒゲイケメンはお菓子のカールのおじさんです。あんなに綺麗に整っていて素敵だなと思います。絵だからな、あれ。ヒゲだから嫌がる子もいるし、うん、うちの子なんかはその伸びた時だけすごい触ってくる、うんうん、ジョリジョリだから触らせてっていう風に言ってくる子もいるから、でも難しいよね。多分ね、一回ぐらい受けたから、うんうん、親からしたらもうずっと受けると思ってやっちゃうんだよね。それもあるかもしれないね、うん、もう実は2回目からすごい嫌なの、嫌なのかもしれない。それは1回ヒゲくってやられて、うん、そうだね、うん、毎回そんなね、だってそんな飽きるよね、すぐね。飽きるよ、ヒゲのジョリジョリの楽しさ、うん、そんなもん。なんか年齢重ねてきたらもう本当に嫌で嫌で嫌でしょうがないでしょ、子供なんかして。で、さっき、そう、猪木戸さんスポーツの話したじゃないですか。はい、で、なんか、面白ルールブックみたいな本があってね、スポーツの。はいはいはい、はい。レスリングは、はい、髭をジョリジョリぐらいに伸ばしてたらダメで、うん、もう、すんごい伸ばしちゃえば OK。痛いのからダメなの？らしい。そうそうそう。だから、ジョリジョリする痛さが武器になるから、なのかわかんないけど。そう。だから、髭の長さで、はいはいはい、もう痛くないぐらい伸ばしちゃえば OK。へぇ、面白い。そういうルールらしいよ。なね、うん。何、吉田沙保里さん剃ってたんだ。え？吉田沙保里さんとか剃ってた。剃ってません。沙保里さんは。生えてませんから。あ、本当？するたりです。そうそうそう。娘の、ほとんどジョリジョリの人じゃない。怒られます。ですよ。失礼しました。失礼してください。さあ、今日のテーマは、ヒゲの話です。はい。メールアドレスは、chaki@tbs.co.jp で、まだまだお待ちしています。メッセージを紹介した方には、ステッカーをプレゼントいたします。私はヒゲが濃くて、毎朝のヒゲ剃りが欠かせません。うんうん、さて、そんなヒゲ剃りが欠かせない私はよく剃り残す箇所があります。そこは両目頭の下の方、鼻の左右横のあたりなんですが、なぜそこを剃り残してしまうのでしょうか。正解は、メガネをかけているので、ちょうど目頭の下あたりはメガネのレンズがあって、ヒゲ剃りがうまく当たらず、ヒゲ、剃り残してしまうのです。なんとも分かりにくくてすみません。そんなに上までヒゲって生えるんですか。結構毛深いですね、これは。顔の毛がすごいね。いや、その目の下はさすがに剃ったことないな。目の下に毛、なんかだから本当理髪店とかでちょっとやってもらうってことはあるけど、普段剃らない、ね、顔取りたまにするけど ね両目頭の下の方だから、いや、そうだね、相当ヒゲ濃い方です。ヒゲ濃いっすね。だいぶ濃いですね、それは。結構あるからね。でもまた脱毛なんかしたら、こういうとこ痛いんだよね。12時台もた。FM905、AM954、TBS ラジオ、土曜ワイド、ラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。12時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。TBS アナウンサーの出水です。出水さんは、ヒゲの男性って結構好きなんですか？父が結構昔からヒゲが濃くて、それこそ若い頃、今でこそもう白くなっちゃったんですけど、うん、ほっといたらカールのおじさんみたいになるぐらい、あ、しっかり生えてたので、伸ばしてた方なんだ。免疫はありますね。剃ってはないんだ。剃ってました。今ちょっと伸ばしてるんですけど、若い頃は、剃っててもそれでもわかるぐらい。青ひげ。ジョリジョリされた？ジョリジョリされた？ジョリジョリ？うん。あれ痛いんすよね。嫌だった。嫌だった。ジョリジョリは嫌だった。嫌だった。今はじゃあ白いんだ、ヒゲ。今白いんですよ。真っ白になっちゃう。ちょっと白いヒゲも憧れますね。白渋くていいですよね。いいよね。白、ここ白、上は？
上もだいぶ白くなる。あ、バランスがあるでしょ、ああいうのってね。そうですね。そうなんだろうね。そういうのね、うん、白いひげ。なんか男性のね、白髪とか、うんうん、白いひげっていうのはこうダンディーでいいですよね。ダンディーでいい。確かにね。うん、よ、岩城浩一さん的な、ね。あ、いいね。素敵。ああいうね。うん、大竹まこさんとか。大竹まこさんとかね。ね。花野さんもぜひ白だけ伸ばしてみるっていうのどうですか？そう、今白しか生えない。そういう風に多分なんないんだよ、ね。ちょ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 って出てくる。まばらな白だけ。そうなんだよ。そうか。そうね。それ伸ばしたらね。そうだね。あんまり何も考えないで永久だともおっしゃったからね。もう一生生えてこないから、耳上げとか俺。そうか。耳上げもや。そうだよ、もう全部もういいですってやっちゃったから。あ、そうか。うん、そっか、どんどん白髪だけになってくる。嫌だよね、なんかね。よく考え。痛かった。何も考えない。でしょ？痛いんだよ。だから、永久脱毛しに行った時は、はい、もう本当にやるんだけど、やってる途中で、はい、あ、もう、いいですって言うんだよね。やめようと思う。もう今日やめてくださいって言うんだよ。痛いから。痛すぎて。うん。いや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 って、なんかパーン。でも完了すると快適というね、うん、まあ、そうね、どっちを取るかですね。そうそう、でも1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいしか行けないからね、ヒゲが生まれ変わるタイミングが、だから毎日行けるとかじゃないから、あ、そうか、だから1年に6回ぐらいしか行けないのよ。ああ、で時間かかる。時間がかかるの、やっぱり。やっぱヒゲとか脱毛の悩みあるね。あるあるあるね。いや、ヒゲ盛り上がっております。まだまだお待ちしております。ね、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、この後もお楽しみに。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。広島は今日、原爆が投下されてから77年、原爆の日を迎えました。平和記念公園では今朝、平和記念式典が営まれ、松井広島市長は一刻も早く全ての核のボタンを無用のものにしなくてはならないと、改めて核兵器の廃絶を訴えました。松井市長はまた、アメリカで開かれている核拡散防止条約の再検討会議にも触れて、核兵器を持つ国と持たない国の橋渡し役を日本政府が果たすように求めました。一方、岸田総理大臣は、核兵器のない世界への機運が後退していると言われる今こそ、惨禍を繰り返してはならないと世界に訴えると挨拶。また12年ぶりに広島を訪問したグテレス事務総長は、国連のグテレス事務総長は、核兵器保有国に対して敵の核攻撃を受けない限り核を使わないとする先制不使用を約束しなければならないと呼びかけました。今年の式典には、核兵器を持つアメリカやイギリスなど99カ国と EU ヨーロッパ連合の代表が出席しましたが、ロシアとベラルーシはウクライナへの軍事侵攻を理由に招待されませんでした。こうした中、国連では日本の被爆者団体が主催する原爆展が始まりました。写真だけではなくて、女子学生の焼け焦げた制服なども展示されています。主催者は、核廃絶の必要性に対する理解を深めるきっかけになればと話しています。次のニュースです。東北や北陸、近畿の各地では今週記録的な大雨が降り、川の氾濫や住宅の浸水が相次ぎましたが、被災地では本格的な復旧作業が始まっています。福井県の南越前町では、昨日川の氾濫で140世帯以上が床上まで浸水し、今朝から泥水に浸かった家具を運び出す作業などが続けられています。しかし福井では今日、最高気温が34度まで上がる見込みで、厳しい暑さが復旧作業を阻んでいます。一方、山形県飯豊町では、大雨で崩落した橋から車が転落し、男性一人の行方がわからなくなっていて、今日も警察と消防による捜索が行われています。また新潟県では、花角知事が土石流などの土砂災害に見舞われた村上市小岩内の集落を視察し、被害状況を確認しました。小岩内集落にある36世帯では今も断水と停電が続いています。それから、今年の3月にロシア軍の砲撃を受けたウクライナ南部のザポリージャ原発にまた砲撃があり、送電線などに被害が出ています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、原発に対する攻撃はあからさまな凶悪犯罪であり、テロ行為だ。ロシアは原発に脅威をもたらした紛れもない事実に対して責任を負うべきだと非難しています。一方、ロシア国防省は、ウクライナ側による攻撃だと主張しています。それから、日本国内で新たなサル痘患者が確認されました。
横田基地所属のアメリカ軍関係者の20代の男性で、発疹などの症状があり、おととい基地内の病院に入院し、検査の結果、昨日サル痘への感染が確認されました。国内での確認は3例目です。厚労省は男性の国籍を明らかにしていませんが、2019年以降海外への渡航歴はなくて、発症前に海外からの訪問者と接触があったということです。新型コロナウイルスの流行第7波が続く中、羽田空港ではお盆休みを前に帰省や旅行をする人たちでにぎわいました。全日空と日本航空によりますと、今日の国内線の予約数は合わせておよそ20万人に上っているということで、新型コロナ流行前の2019年に比べると少ないものの、去年よりは増えているということです。なお、各交通機関の混雑のピークは下りが11日、上りが14日に集中しそうです。ところで、仙台祭りが今日開幕しました。仙台七夕祭りは新型コロナウイルスの影響でおととし戦後初めて中止となり、去年は吹き流しの本数を減らして宮城県外からの訪問自粛を求めた上で開催されました。今年は3年ぶりにほぼ通常規模での開催となり、鮮やかな吹き流しおよそ220本があさってまで街を彩ります。3日間でおよそ200万人の人出が見込まれていますが、宮城県内では昨日新型コロナウイルスの BA.5 対策強化宣言が発令されたため、混雑に注意を促す看板を掲げた警備員が歩道に立っていました。それから甲子園の全国高校野球、開会式に続く第一試合、国学院栃木と日大三島は4回裏を終わって3対3の同点となっています。以上ニュースでした。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤よしおはよう定食一直線。ナイツのチャキチャキ大放送、ここで本日のオープニング漫才をお聞きください。おはようございます、ナイツの土屋です。おはようございます、ペロシです。いや、あなたペロシ下院議員じゃないでしょうね。ペロシです。台湾を訪問したら中国にめちゃくちゃ批判されたとです。ペロシです。ヒロシですみたいに言うな。いや、そう、自虐ネタのレベルの出来事じゃないですから。それペロシです。韓国に行ったけど、ユン大統領は会ってくれませんでした。休暇中ってことでね、電話会談になってましたけど。ペロシです。泣きながらおっぱい揉ませてもらったことがあります。それはヒロシさん本人のネタだよな。ピロキです。ピロキ？なんでピロキ師匠まで出てくるの、漫才協会の。いや、もういいですから。まあね、夏の甲子園が今日開幕ですけどもね。甲子園ね。なんかちょうど開会式がね、始まるところなんですけどね、うん。ちょうど裏ではね、ちょうど開会式の模様がね、生放送ね、される感じですか。確かまあ開会式9時からでしたけどね、うん。正直気になってしょうがないんですけどね。気持ちわかりますけど、うん、ダメですよ。こっちに集中してください。見たいな。今頃ちょうどミーシャが歌ってる頃かな。歌ってるか。いや、オリンピックの開会式じゃないんだから。うん、もうそろそろピクトグラムの時間かな。やらないよ、ピクトグラムも。うん、まああと今週プロ野球ではね、史上初の快挙があったじゃないですか、うん。ヤクルトの村上宗隆が5打席連続ホームラン。とんでもない記録ですよね。これまではね、あの4打席連続ホームランっていうのは何人かいましたよ。まあそう。例えば最近で言うと、あのヤクルトの村上宗隆とかね。最近すぎるだろうね。毎週土曜朝9時はナイツの漫才からスタート。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は1日で工事が完了する TOTO トイレリフォームをご紹介しています、はい、あの便器の取り替えはもちろんなんですが、はい、床ですとか壁紙も張り替えて、うん、ご自宅のトイレが新築のように見違えるんです。すごいですよ、うん、ね、明るくなりますよね。明るくなりますね、うん、本当に、うん、で便器はですね、20年以上前の従来モデルからおよそ 70% の節水を実現しています。4人家族なら年間およそ1万4000円の節約が期待できます、うん、はい、最新型のウォッシュレットを取り付けする TOTO トイレリフォームは、古い洋式からのリフォームが税込み20万9000円、和式から洋式へのリフォームが税込み22万9900円です。しかも別料金になることが多い、工事で出た廃材の処理費用も全て込みですからお買い得なんです、うん、代金は工事終了後、便利な分割払いもご利用いただけます。お見積もりは一切無料ですよ。お申し込みはフリーダイヤル
0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。ではここで一曲お聴きいただきます。コートニーパインで I'm Still Thinking でした。さあ時刻は12時16分です、はい、うん、TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのちゃきちゃき大放送、はい、そうなんですよ。今日のメッセージってそうなんですよ、ヒゲのね、今日のメッセージはヒゲの話です。はい、たくさんいただいてます。スケスケパンチラインさんです、はい、かっこいいヒゲに憧れて伸ばしたことはありますが、うんうん、私のヒゲは頭髪と同じく全て剛毛の直毛で、あ、皮膚から垂直に生えるため丸刈りの頭と合わせてウニのようになってしまった。それ以来ヒゲは伸ばしていません。あ、そういう人もいるか、うんうん、こうね、うん、元気いっぱいいるよね、太くて硬そうなヒゲの人ね、うん、直毛で柔らかい僕は、はい、結構嫌なんだよね。やっぱ直毛で柔らかいってやっぱペタンってなるじゃない、うん、だからせめて直毛だったら硬いやつであってほしかったんだけど、うん、ヒゲはでもさ、直毛で柔らかかったら、うん、割となんか手入れしやすいかもね、うんうん、なんかね、そうだね、今そのヒゲの長さを揃えるのに、うん、こうなんか櫛みたいなのでこう、立てて、うん、その上からこうジョリジョリみたいなのやったりするんだけど、それも癖がすごいから俺、あ、そう、それやってもなかなかね、こううまく切れなかったりとか、そっち生えてる方向なんですか、それともちょっとこう癖毛みたいにくるくるする、そう、生えた後がやっぱ曲がってる、もうそれぞれ思いようもいろんな方向に曲がっちゃって、あ、そういうことね、あ、やっぱもう、うん、髪の毛も同じような感じだから、確かにくるくるされてますね、そう、ちょっと手入れは難しい、ね、なんでそうだね、ね、癖穴の癖ってすごいよね、あるね、うん、鼻毛の白髪ってすごい腰あるよね急に、なんで、あ、そう、鼻毛の白髪、鼻毛の白髪って腰ありますよね、なんで白髪の方が太い、うん、あ、そう、たまにめっちゃ気持ちいいやつ抜けてさ、うん、鼻毛だったりする、はい、白い鼻毛の時は手でやって手で抜くんだ、でもなんか神経が取れた気がして怖いんだけど、怖いですねそれね、白いとね余計ね、チってなんか感じ、確かに白髪って元気ですよね、うん、こんなに生命力あるんだったら、うん、メラニンもうちょっと頑張ってくれよと思いますよね、あ、そう、あ、黒ければ ね問題ないのにっていう、うん、確かにですね、ヒゲの話盛り上がりますね、ラジオネーム、うん、クールなルークさんです、クールなルークさん、10年ほど前会社の同期で仲の良かった友人と、うん、早期退職した私が久しぶりに会うことに、うん、新宿西口の待ち合わせ場所で待つこと10分、うん、イライラしていると友人から携帯へ連絡すると、うん、2人ともちゃんと約束時間前に予定通りの場所にいることが判明、しかしお互いなかなか見つけられません。そこでお互いに手を振ってみることに、見つかりました。2人ともヒゲを生やしていたのです、うん、2人ともずいぶん前から気がついていた人だったのに、友人はキムタク並みのハンサムだったのが顔中ヒゲだらけで別人、うんうん、2人ともヒゲ面で楽しい酒を飲みました。ヒゲは人相を変えます。そんなに気づかなくなるぐらい、あ、そう、うん、まあそうだね、でも本当ヒゲの濃さなんだよね、気づく、うんうん、気づかないって、うんうん、やっぱその長さというか、うんうんうん、それで結構変わるなって、印象変わるなっていうのは分かったけど、お互い分からないぐらい変装みたいなことだからね、まあそうだね、気づかれないからね、家伸ばしちゃって、特に口ひげなんかはやっぱ人相変わるかもしれない、人相変わるか、うん、まあ、それはあるだろうね、やっぱり、ね、でもそれでも本当の友達だったら気づくんじゃない予想で10年前だけど、そう言っちゃうとちょっと、うんお互い思いが弱かったこと、モンタージュを頭の中でやっぱり予想しなきゃダメだよね、うん、ヒゲ生えたバージョン、メガネかけたバージョン、ちょっと横に大きくなられたバージョンとか、カツラバージョン、はい、いろいろなバージョンを予想、なんか自分たちが例えば10年ぐらい前に辞めちゃった芸人とか、はいはいはい、に今度久々に会うって時にヒゲ面だったら、うん、すぐ気づく自信があるかっていう感じだよね、そうだね、うん、それはなんか気づか、この前さ、それで思い出したけどさ、うん、なんかすごい偶然起きてたよね、うん、どこだったっけな、高崎に行ってさ、うん、高崎に営業行ったんですよ、うん、で新幹線のホームでさ、うん、ちょうどともしげがさ、なんか昔そういえばね、うん、
川崎に住んでるわけじゃない、その人が、はい、なんかただ人力車の養成所の話になって、うん、養成所時代なんとかっていう芸人がいたんですよみたいな話をしてたのよ、はい、そしたらそいつがホームにさ、えいたんだよ、すごい偶然じゃない、別に高崎に住んでるわけじゃないじゃないの、だから高崎といえばこの子が高崎出身でとかじゃなくて、全く偶然、偶然仕事でたまたま高崎に来ててホームで、バッタリ、怖くない、すごい、なんかね、なんかすごい話じゃないそれなんで分かんない、そんな偶然があるんだよ、これが高崎である、高崎、新宿だとかだったら分かるけどね、なんか引き寄せた感じの ね、ヒゲの話でした、ヒゲ関係ないです、その話は、うん、ちょっと違うから、はいその話はヒゲ関係ないです、ヒゲの話、森のゆききさん、中学校の頃隣のクラスの担任だった若い男性教師にほんのり恋をしていました、はい、ある時先生のヒゲが少しだけ伸びているのを見たのですが、思春期ど真ん中の私にはそれが気持ち悪く感じ、ものすごい勢いで恋心が冷めてしまった、あららら、その件が影響しているのか、いい大人になった今でもヒゲをきれいに剃っている男性を好む傾向が強いんです、本当、どういうこと、なんかあれだね、ヒゲって分かれるね、少しだけ好き嫌いが本当に分かれる、本当に嫌な人は嫌なんだ、本当そういうトラウマなんだろうね、そのお父さんのジョリジョリだったり、その初恋の人の初めて見たヒゲ面だったりとか、そういうちょっとしたトラウマで分かれるのかもしれない、なんだろう、女性に例えると何なんだろうな、あ、口紅の濃さとか、いや、メイクはまたちょっと違うんじゃない、なんだろうね、例えられないのか、なんですかね、ねえ、なんだろうね、月々が分かれるってなんだろう、ねえ、でも逆のパターンもあるわけでしょ、ヒゲ面がなんか妙に似合ってたらそれで恋しちゃったってこともあるだろうし、めちゃくちゃヒゲフェチの人はめちゃくちゃいるでしょ、まあいるよね、世の中にね、難しいですね、なんだろうね、はい、さあ今日のテーマはヒゲの話でした、たくさんのご、時刻は12時28分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここからは毎週番組からお題を出してそれに対する回答をリスナーの皆さんから募集する大喜利企画でございます。読まれた方には番組ステッカーをプレゼント、さらにナイツのお二人が特に気に入った作品にはチャキチャキ特製クリアファイルを差し上げます、はい、では早速花輪さん、今週のお題をお願いします。こいつのどこが恐竜博士なんだ、はい、どうしてそう思った、うん、たくさんいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。三橋のマイケルさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。彼女に私と恐竜どっちを取るのと聞かれて秒で彼女と答えた彼女、まあそうだね、まあ恐竜と言ってほしいよ ね、 そうだよね、そこはもう諦めちゃったんだね、もうね、やっぱり夢を、彼女には勝てなかった、彼女には勝てなかったね、やっぱりクリアファイル差し上げます、はい、おめでとうございます。針間谷新平さんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。その博士が監修した恐竜図鑑を見たら口から火を吹いていたから、あ、そうだね、そういうのちょっと本格的なやつと違うよね、ファンタジー入っちゃってますね、うん、なんかね、商業的にね、そうなんかなってしまったような感じですけどね、うん、じゃあステッカーを差し上げます、ありがとうございます。今やんさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。恐竜クイズ大会で菊川玲に負けた全般詳しいであろうね。そうですね。菊川玲さん。万能でしょうね。菊川玲。恐竜特にってイメージじゃないか。絶妙なところをついてきましたけどね。クリアファイル。おめでとうございます。ヒステリックブラジャーさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。このキャラもう限界ですという声が楽屋から聞こえてきた。たまにね、こうあの楽屋の壁薄い時あるから、キャラのか隣の来たくなかったな、ね、事務所がね、やっぱりずっと言ってたんでしょう、はい、お前行けよ、それで行けるから嫌ですということだったんですけどもね、じゃあクリアファイル差し上げます、ありがとうございます。3番ショートうなぎさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。中日ドラゴンズのことを化石発掘チームと思っている。あ、なるほどね、中日ドラゴンズ、絶対言わないでしょ、化石発掘チームを。そんな言い方チーム名つけないんですよね、多分ね、勘が悪すぎるよ、チーム名とかないだろう。しかもドラゴンは発掘されないから、リュウはいないから、全てにおいてちょっとずれてるよ、鈍いし。ステッカー差し上げます、はい、ありがとうございます。ミミズグチュグチュさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。恐竜の博士よりも化石投資の話をしたがる
投資ね、そっち系になっちゃったのね、もうね、なんかやっぱ発掘関係にもやっぱお金なんかたくさんね使いそうだけど、ここのもうアメリカのあるかもしれない、アリゾナで見つかる骨がさ、あなんかね、希少価値が高いんですよ、こっちの方がやたら詳しいっていう、ね、そうだよ、仮想空間で組み立てていくんだよ、仮想空間でメタバース、ほんでそう歩けば歩くほどお金が儲かるんです、クリアファイルおめでとうございます。いたのそういう人実際リアリティありましたね、和製メーテルさんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。キツネうどん、タヌキうどん、僕プテラノドン、オッケーという自己紹介ギャグ、あのくんじゃん、栄光ちゃんじゃん、もうラーメンつけ麺、僕イケメンじゃん、僕プテラノドン、オッケー、いいですね、語呂がいい、ね、ちょっと売れなそうですね、じゃクリアファイル差し上げます。はい、おめでとうございます。肌の太郎さんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。恐竜の中の人って夏暑かったろうねと心配する。あ、まあね、昔のね、から中に人が入っていると思ってたってことですね、はい、着ぐるみ的なイベントもあるけどね、そうそうそう、リアルなやつすごいやってるからね今ね、そうそうそう、じゃあステッカー差し上げます。ありがとうございます。おはよう金曜日さんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。とてもギラギラしているロレックスの時計をつけている。あ、なんかちょっと違うなイメージ。 そうだね、そんなのつけてほしくないよな。あんまこうお金なんかと、うん、いいからやっぱ夢を追いかけて発掘行ってほしいって、ね、そういう、ね、希望ある。安いというか、まあ、頑丈なさ、なんか G-SHOCK みたいなのね、あ、そうそうそう、そういうのイメージだよね。標高測れるやつとかね、ね、気温測れるやつ。さかなクンとかがなんかロレックスの時計とかしてたらやだもんな、なんかやっぱり。切ないね。クリアファイル差し上げます。おめでとうございます。アミーゴファン歴20年さんです。どこが恐竜博士なんだ、どうしてそう思った。恐竜あるある言いたいと歌いながら、なかなか恐竜あるあるを言わない。そうだね、何ですかね、恐竜あるあるの歌を歌うとしたら、メロディーをね、恐竜あるあるってね、うん、恐竜の歌なんかあるんですかね。ジュラシックパークのあのメロディー、あ、どういうやつでしたっけ、ジュラシックパークのメロディー、あのジョン・ウィリアムズのね、うんうんうん、あ、どんなだったっけ、どんなだったっけね、こういうのすぐ出てこないから。この前見に行った、見に行ったかったっけ、え、見に、ジュラシックワールド見に行きましたよ、もう忘れちゃった、でーん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 、あ、ちゃっちゃーんじゃん、ちゃっちゃーん何ですか、俺 ET 言ってて、俺のやつ言ってて、ちゃっちゃーん、ちゃっちゃーん、ちゃ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 ん、ちゃちゃちゃん、ちゃ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 夢があるな、逃げちゃうからってことでしょ、しかもそんな小さいので取れるのかしら、そうね、これは面白いですよね、うん、じゃあクリアファイル差し上げます、はい、ありがとうございます。さあ今週はここまでということになります、皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。さあでは来週のお題の発表、花輪さんお願いします。日本一のエリート小学校の夏休み、はい、驚きの宿題とは、うん、どんな回答例があるでしょうか。六方全書の読書感想文、多いでしょう、渡された10万円を運用して夏休み明けに100万円にして持ってくる。すごすぎる。すごいね。トップの投資家を育てようとしてる小学生の。こち亀のあのなんか出てくる。こち亀だね。漫画のやつ。涼さんの夏休み。涼さんの夏休みね。はい、来週のお題は日本一のエリート小学校の夏休み、うん、驚きの宿題とはです。大喜利の回答の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送まで。メールの方はチャキアットマーク TBS.CO.JP CHAKI アットマーク TBS.CO.JP までお寄せください。たくさんの回答お待ち。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、閉店の時間です。この後12時45分からは中野浩一のフリートーク、1時からは井上貴博土曜日のあです。この後も引き続き TBS ラジオでぜひぜひお楽しみください、はい、お願いします。さて来週のお知らせです。9時台の常連さんは薬満さん、うん、11時からのゲストは歌手モノマネアーティスト YouTuber の松浦光大さんが登場です、うん、めちゃくちゃうまいモノマネする米津玄師さんとかをね、
やってくださるんです。いやちょっとうまいし、ね、いいね、やっぱラジオ向きじゃないですか。いろいろ歌っていただけるみたいですよ。ね、なんて贅沢な楽しみです。ね、はい、はいはい、それでは渡辺俊君にもう一度中継をつなぎますね。渡辺君。はい、何やら陽気な音楽聞こえておりますが、うん、なんだこの音楽は。10時台から場所を変えまして、中央線でちょっと帰り道にふらりと中野駅近くに寄ってみました。中野。そうしますと中野駅から出て、うんうん、北口出て西の方に向かいますと、うん、あのセントラルパークという広場がありまして、もうサッカーコート3面分ぐらい。今ね、その新しくなって、その半分がこれ芝、そう、綺麗なのよ、芝生になってるんですけれども、うん、中野、その場所でですね、今日あの盆踊り大会というのが行われておりまして、そうなんです。今日明日ですね、中野、うん、中野駅前大、大盆踊り大会かな、という大会があって、第10回ということで結構10年やってるということなんですけど、あのこの陽気な音楽、今ちょうどメインステージのところ、先ほどまで盆踊りも行われていたんですが、いろいろ団体が出てこのメインステージで、いろいろさまざまな出し物をするということなんですね、うん、で、あの場所は変わっても井の頭公園と一緒でセミの音というのはしますね。いや、賑やかですね、うんうん、元気いっぱい、はい、セミの音すごい。井の頭公園も非常に広かった、43万平方メートルぐらいありまして、はいはいはい、うん、ディズニーぐらいあるんで、ここも2万平方メートルぐらいで、まあ、規模は小さいんですけれども、人も少しいてね、あの出店も出店されてるんですね、今回、はい、ただいい、ね、まあ、感染者数が増えてきたということで、入り口付近にあの本来ならば、まあ、出入り自由だったんですけど、この入場ゲートのようなものを設けまして、そちらでしっかり検温消毒して、あと手にリストバンドをしてというね、それだけで追加の費用30万近くかかったなんてことも先ほど係の方話してましたけど、まあ感染対策をしながらこういうね、あの行事を行っているということです。で、今日はちょっとまったり中継、夏の夏本番の中、涼しい音なんかも聞いていただきたいなということで、はい、ちょっとかき氷屋さんがあったので、かき氷の音なんかも聞いてみたいですね。どういう音だ、ん、これ、今の、今の一瞬の音聞こえましたでしょうか。今メロンシロップをかけたかき氷、今ちょうど作り終わっちゃったみたいですね。そうだよね、かき氷300円、緑色メロンシロップがかかっております。手で回すタイプ、おそらくこれは全自動じゃない、あ、今ちょうど開いてる、電動か、あ、だから、ね、かき氷今開いてますか。はい、開いてます。おすすめなんですか、味。え、おすすめですか。はい、おすすめは、そうですね、結構このラムネ味が美味しそう、ね、ラムネ味、ラムネ味一つ、はい、はい、お2つですね、はい、はい、ケチャップ、だいぶかき氷にぎわってますね、すごく、はい、そっか、もうちょっと暑かったらもっと売れる、そうだね、1時間半ぐらいずっと、どうですか、かき氷作ってます。あ、じゃあ今かき氷機に氷をセットしました、うん、これ全自動か、全自動、おー、いいね、この音ね、ガリガリガリと、うん、いいですね、間にシロップをかけて、うん、はい、いや夏だね、あ、でっかい氷を回すんじゃなくて、夏だ夏、うん、ロックアイスみたいなのを入れてっていう、ね、あ、そういうやつ、あんまり涼しい音ではないですが、かき氷非常に美味しそう、うん、ラムネ味、これなんかエメラルドグリーンのようなシロップの、エメラルドグリーン、メロンじゃないんだ。300円でお腹いっぱいになれます。このかき氷が非常に人気で、お隣には手作りで綿飴を作ることができる、うん、そんなものもありますね。自分で作るのね、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、 TBS ラジオ生中継中でした、ごめんなさい、隠しマイクのようにね、さあ、かき氷が手元にやってきました、うん、はい、ちょっと私も10日間病み上がりで、うん、久しぶりにこのかき氷なんていう冷たいものもいただきたいと思います。大丈夫、食べてなかったでしょ、シャキシャキですよ、うん、この音、あ、いいですね、シャリシャリ、あ、いいね、この音いいよね、夏を感じますね、めちゃめちゃいい、今かき氷の氷部分をストローでちょっとほぐしてるところですね、はいはいはい、いいですね、いただきます、うん、美味しいですね、うん、ひんやりとして夏を感じますね、あのこの屋台というかね、出店のかき氷、うん、出店の食べ物で食べると、これまたね、この暑い夏にぴったり、うん、非常に美味しいですね、いいね、美味しそうだね、焼きそばいかがですかなんてこともありますが、今日は夏の本若中継ということで、セミの音が聞こえる中、まったりとしたこの土曜日、
皆さんどうお過ごしでしょうか。なんかやっぱりね、休んでたせいかなんか随分まったりしたね人が変わったようにまったり、いいですね、穏やかな新渡辺旬になりましたね、うん、そうです新シリーズ、あのこのセントラルパーク奥にね、あの芝生の広場があるんですけども、そちらでね、はい、ご家族連れがあのブルーシートを敷いたり、あとはテントをご自身で持ってきて張ったりして、そうですか、だんだん楽しんでる様子もありました、そういうのを見ていますと心が洗われます ね、来週以降どうなるんでしょうか、うん、私はこのまままったりとした人間になっていくんでしょうか、うん、なんかキャラ変わったな、以上です、うん、そっか、もしかしたらマムシさんとかもものすごく毒なくなってるかもしれない先週休んでたから、先週一回休むと毒なくなるんですかね、なんのかな、休みすぎは注意でございます、マムシさん毒なくなったらちょっと心配だけど、心配だよねありがとうございました、しゅんくん、また来週お願いします、ありがとうございました、お疲れ様でした。いいんだよ、あそこのね、中野のちょっとこう再開発してね、中野変わったよね、大学とかもいっぱいできて新しくなったよな、最近降りてないからな、やっぱ我々は中野ですからね、そうですよ、中野芸能小劇場とかね、ああいうとこでサンプラザとかね、ね、地下芸人いっぱいいますから、うん、そうなんだよ、高円寺とか、なんか落ち着くんだよな、やっぱ中野行くと、いいね、うん、いいですよね、そうなんですよ、ね、うん、またちょっと夏祭りなんか ね、本当はもうちょっとこうにぎやかなとこ行きたいです、ね、行きたい、夏を感じたいですね、ね、はい、まあ、まだまだ夏休みありますんで、はい、はい、ということで、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、お相手はナイツの土屋信之と花輪信之と TBS アナウンサーの出水舞でした、また来週。